どうもこんにちは、高蔵でございます。今日はですね、インテグラさんの方でね、軽くねドライブに来ております。今日は5月の3日、月曜日でございますね。今日からゴールデンウィークだよとかね、もうゴールデンウィークですよとかね、ちょっとゴールデンウィークって何それ、美味しいのみたいなねお仕事ですっていうね方もいらっしゃるかと思いますがね、高蔵さんの方はゴールデンウィーク中でございますね。長いゴールデンウィークでございましてね、高蔵さんの方は、今週まるまるお休みでございますね。もうゴールデンウィークだからってね、どっか遠出するってことはちょっともう考えてないですね、今年もね。去年と同様ですかね。結局ゴールデンウィークは29から高蔵さんは始まってるんですけどもね、結局何したっつったら斉藤さんと飯食いに行ったぐらいですかね、出かけたっつったら。あとはもう家の方でね、カレーを作りましてねもう長い休みの時はこれカレーだなということでね、斉藤さんの方からも、ね、新玉ねぎをですねいただいたもので、それ全部使ってねカレーの方にしてね、1日目2日目とカレー楽しみましてね、3日目からは今は高蔵さんは干物生活をしておりますいや美味しかったっすよ干物。焼き魚でもねいいんですけどもね、こう高蔵さんは干物が好きでねよくねスーパー、スーパーなんですけどね、買うのがね主に、アジの開きとかね、サバの開きとかね、あと普段珍しいちょっとそこ高蔵さんがねよく買いに行くとこには置いてなかったんですが、イワシの開きのねあれがありましてね、干物がありましてね、そういえば食べたことないなーだって思いましてね、イワシの干物の方昨日かな食べましたけどもね、美味しゅうございますね。もうこうやってね、ちょこっとね食べるもので普段と違うものをね摂取して、そんな感じの休みですかね多分ね。8日の日にはですね、これもうゴールデンウィーク終わりなんですけどもね、バイオハザードの新作が出るということで、それは楽しみにしているんですけども、その発売日がねもうちょい早ければねもうバイオハザード三昧だったんでしょうけどもね、バイオハザードビレッジって言いましたっけね。もう和田さんはね予約をかましましてね、発売日にできるわけでございますが、ちょっと楽しみですよねあれね。体験版配信されてたようですけども、一度もそれは触らずね、体験版やってしまいますとね、やっぱね鮮度が落ちますんでねもうバイオハザードはもう本ちゃんぶつけ本番でね、もうドキドキワクワクしながらやるのが好きなんでね、高蔵さんはあ楽しみでございますね。あとは
なんでしょうね、5月5日だったな、まあ、ちょこっとね、長沼のオートバックスさんの、まあ、軽い口オフみたいなのがあるみたいで、まあ、それには顔出そうかなとは思ってるぐらいですかね、うん、ちょうどオートバックスさんのメンテナンス会員のですね、期限がですね、ぼちぼち切れるんでね、それの更新手続きも兼ねてね、うん、ちょっと行こうかなと思っております。あとは何でしょう、最近やったこと、最近やったこと、最近やったことは、あ、まあインテさんの方はまあ全然ね、ニューパーツなどは導入せずね、今年の10月かな11月かな、まあ、車検があるんでね、まあ、そこでちょっと大きくでもないですがリフレッシュしたいパーツをね取り付けようか、そのタイミングでね、と思っておりますが、アルトワークスさんの方はね、ニューパーツ導入いたしましたね。何をつけたかって言いますと、ブースト系、こちらの方をね、取り付けました。タコメーターつけてブースト系つけてって感じですかね。追加メーターの方をね、マークスさんの方はとりあえずそうですね、あとは追加メーターつけてブレーキを少々やってそれでようやく念願の車高調ってな具合でしょうかね。まあそれもねゆっくりのんびりね、やっていこうかと思ってますけどもね。電装系にお強いもう最強のお友達がいらっしゃるものでもう助かりますよ。私ねその方いないと多分もうね電装系まあもう一切取り付けできませんね。インテさんもワークスさんもね自分のペースでまあいじっていこうかなとは思っております。まあ、このインテさんに関してはねいじるっていうよりはもうくたびれたパーツをねちょっとこう適宜適宜こうねいい状態新品のねなんかまあ社外でもいいですしね、純正が使えるんであれば純正でもいいですけども、まあ、リフレッシュしていくっていうねことで、まあ、インテさんの方はね進めておるんですがね、マークスさんの方はねもうそのうちねバッチバチにねやってやろうかなとっていう気もあり、まあそんなバチバチにしなくてもね楽しいんでね、でもマークスさんの方はちょっとやっぱ揺らぎますよね。まあそんな感じでね、いじりの方はねのんびりやっていきますよ。さてさて、まあもうおなじみのね、くるり街道の方に入ってまいりましたけどもね、今日はツイッターでね見たんですが、あ、ツイッターでも、ツイッターじゃねえな。まあ、個人的に、連絡が、LINE の方がね、ありまして、まあ、グフさんとね、クールズさんでしたっけ。こちらのお二方でね、グルメツアーをやるって言ってね、連絡をいただきましたよ。いいですね。エビそばをね、お二人でこう食べに、ワイグッチョウってね、
高田さんもね、どうですかとね、お声をかけていただいたんですけどもね、今日はですね、ちょっとね、エビそばっていう、気分ではなかったもの贅沢なね、感じですけどもせっかくなんでね、まさきのね、エビそばを、まあ、堪能していただければね、いいんじゃないでしょうか。美味しゅうございますからね。あ、今日はね、高堂さんはね、まあ、なんかもう本当、今日はね、インテルさんを動かすっていう目的でね、ペローっと、まあまあ安定のどじまざきですがね、あっちの方まで行こうと思ってるんですが、まあ雲はね、いつもね、もう行き当たりばったりでね、そういう時は、腹が減った店があるっぽいみたいなねそんな感じで済ませようかな今日はと思ってますけど、天気が本当なんか不安定ですよね最近ね。昨日あ晴れたなと思ってね、あまあ風はちょっと強かったんですけども、まあ、インテグラさんとアルトワックスさんが洗車したわけですけどもね。で、まあ、駐車場内の、まあ、草刈りもねやりまして、でちょっとしたらもう土砂降りのね、雷を伴った方も大雨になりましたね。もう洗ったばっかりなのに、もうインテさんもワックスさんも汚れてしまいましたね、本当あーと思ってねでかくね、綺麗綺麗になったね、あ車でドライブなんて思ったんですけども、まあもう今現状汚ねえ状態でやっておりますよ。なんか今日も不安定みたいですもんね、こんな晴れてるんですけど、まあ昨日もそうだったんですけどね、ピーカンデリだったけど雨降ってきましたから、今日も同じような感じみたいなね、天気予報で言ってました。もう洗車諦めましょうね、もうこうなったらね、洗車しない天気が安定するまではね、5つ、まあ多分やるんでしょうけどもね、今日帰りねワークスさんは明日やってみたいなね、多分やると思いますけどもね、やっぱ汚いとね、我慢できないからね、どうしてもね、パパッとですけどね、済ませようかなって考えてますけどね。さてさてさて、まあ今日のね、お話ししたいことはこんなもんかな。ということですね。でしてね、いや今日もまたカミカミで申し訳ございませんということでね、今日の動画この辺で終わりにしたいと思います。今日もね、ご視聴していただきありがとうございました。次の動画でね、またお会いしましょう。高堂でございました。では、失礼します。